ーカー。今月のゲストは東海クロスメディア株式会社代表取締役、現在は公益財団法人日本生産性本部地方創生カレッジ総括プロデューサーでいらっしゃいます三輪智雄さんをお招きしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、とても長い肩書きをご紹介させていただいたんですけれども、はい、東海クロスメディア株式会社代表取締役社長でいらっしゃって、はい、公益財団法人日本生産性本部地方創生カレッジ総括プロデューサー。これは一体どういったお仕事でいらっしゃるんでしょうか。そうですね、自分で会社を持っている、これはもう基本的に個人事業主と同じですけれども、はい、結局税務申告だとかを透明化するために法人化しています。その分コストもかかりますけれども、会計も透明化できますし、外部に事業を委託するっていうこともありますから法人化をしているんです、はい、そういった中で委託事業として今は日本生産性本部、これは経済産業省がもともと所管して建てたシンクタンク、国をどうしていけばいいかというのを産業振興、通商産業の観点から考えるシンクタンクですけども、そこの仕事を委託を受けて実施をしているということなんですね。もともと私はその日本生産性本部の経営コンサルタントの養成講座を出て、中でメンバーとして経営コンサルティングに携わっていたという経緯があります。はい、経営コンサルタントをしていらっしゃった、いただいたご名刺の中には、日本生産性本部認定経営コンサルタントというのも書かれておりますが、これはもう大学を卒業されてすぐにこの経営コンサルタントを学んで、その職に就かれたんですか。そうですね、私自身は実際にはですね、工作機械、これは機械の部品を、自動車のね部品を作ったりする工作機械のメーカーに入社をしました。その時は海外で仕事をしたいということもあって貿易部に配属を希望して、希望通り貿易部に入って東南アジアの市場の担当をするっていうようなことをやっていたんですね。それはそもそも私が海外、香港で育ったっていうこともありますけども、自分が海外で活躍したいというふうに思って、大学時代もアメリカに留学をして、で英語もできるなんてことを言って貿易部に配属されてというのが一番初めの仕事です。はい、三輪さんがその大学を卒業される頃というと、きっとバブルが絶頂期、もうギリギリバブル入社ですね。100人以上の新入社員同期がいましたね、はい、次の年ぐらいまでがちょうどそんな時代だったですね。じゃあいろいろな企業がその海外に進出という時代だったんですね。どん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 、生産拠点を海外へ出す、今はもうマーケットも育ってきてますから市場を現地に求めるっていうことですけれども、当時は生産拠点を現地に求めて工場がどんどん進出していった時代だったですね。ちなみに三輪さん自身はそのどういったどこの国でお仕事をされてたんですか。私がメーカーに入った時は香港と台湾と韓国市場を担当していました。はい、そういった車のメーカーの部品を製造される会社に入って、そこから経営コンサルタントまではどういった流れがあるんでしょうか。そうですね、私自身はですね、その一生懸命この海外進出する企業に向けて工作機械の輸出をやる担当していましたけれども、そうこうしているうちにそれこそ企業さんがどんどん現地へ進出した上で現地で設備投資をするっていう流れになってきまして、そうすると日本にいてもなかなか売れていかないということで困って、メーカーとしては出てきますけれども、消費者さんが現地で輸出ではなくて現地で設備投資の打ち合わせができる担当のいわゆるセールスエンジニアですね、そういった人間が必要だということで、取引先だった商社から
引き抜きの声がかかりまして、はい、私自身父親も同じ三つ房にいたので、あ、じゃあ行きますと言って転職を96年にしてですね、海外の進出する企業を主として現地のメーカーさんとか欧米のメーカーさんもお客さんでしたけれども、その例えばその時は、タイ、インドネシア、フィリピン、あとから韓国も市場担当になりましたけれども、現地で設備投資の打ち合わせをして、工場の設備丸ごと新しい工場なんかを作る時の商談を進める、そういう役割に変わりました。そして引き抜きがかかるほどご活躍だった美和さんが、こう道を行って転して経営コンサルタントになろうと思ったきっかけなどはあるんですか？そうですね、私自身はその海外出て、活躍したいっていうことを夢に描いて実現したわけですけれども、ちょうどフィリピンマニラに駐在していた2002年頃ですね、ふとこう思い起こして日本を俯瞰して見てみると、日本自身はどんどん空洞化して、実際取引だった企業さんも困ってるような声を耳するようになりました。それは国内にも営業担当がいますからね。そういう中で、あ、このまま自分は肩で数ける商社マン海外でやっていても、日本はどんどん空洞化していってしまうと自分の土台も揺らいでしまうんじゃないかということを思うようになりまして、このままではいけないなということを2002年の頃マニラの駐在員所長をやっていましたから、ちょっと考えるようになってたんですね。で、その赴任が解けて国内に戻って、課長になり、その後欧米市場の課長になりっていう中で、やはりこのまま次ロシアで社長やってっていうことも言われてたんですけれども、自分自身はそうこのまま自分の夢を追い続けても日本が空洞化する弱体化してはおかしいだろうということで興味関心が、移って、でたまたまその時定期購読していた日経ビジネスにそのコンサルタントの養成講座の広告を見つけて、あ、これだと思ってパッとその受講することを決めたんですね。いやでもそこまで本当に順調にキャリアを築いていらっしゃったわけですけれども、周りのご友人であったりご家族であったりといった方々は反応はどうだったんでしょうか、その時。そうですね、まずそもそも自分自身はもうやり尽くすとこまでやりきってるなっていう思いはあって、はい、理解を求めようというようなことも説明しましたけども、そもそも私の父親も商社辞めて自分で独立していたりとか、妻もやりたいことがあるならば、頑張って挑戦してみたらということで後押ししてくれたので、それでコンサルタント養成講座を受講するタイミングでもうこの退路を断って会社を辞めてっていう流れですね。はい、思い切った行動に出られたわけですけれども、そこからその経営コンサルタントの養成講座を受講されて、晴れて経営コンサルタントとしてご活躍されるようになるわけですね。そうですね、仕事を自分でも取るようになりまして、はい、そもそもその日本生産性本部コンサルタントは雇われの雇用の社員じゃないんです。全員が委託業務契約で、はい、人気のないというか仕事のつかないコンサルタントはもう自分で自分の道探すしかないっていうスタイルなんですけれども、そういった意味で私自身は自分の法人化して生産性本部のコンサルタントとして活動していました。で、専属のコンサルタントと非専属のコンサルタント、私の所属は非の専属、まあ、ずっとそこでしか仕事しないという契約ではないので、自分自身がコンサルタントになった思いである、先ほど話したように空洞化する地元で何とかしたいという思いがあって、その後地元に帰ってきたわけです。それが2008年ぐらいだったかな。はい、一般的な経営コンサルタントというと、企業さんがご自身のその企業を見直すために企業さんがお金を出して雇うというイメージですけれども、今回その美和さんはその地方創生カレッジ総括プロデューサーということなんですが、はい、こう地方創生に関しては、
どなたがお客様になって、はい、どこから出資されるものなんですか？お金をもらう人がお客さんという観点からは国ですね。政府、はい、政府が地方創生をしなきゃいけないということで、それに対して予算を組んで、その委託事業先が日本生産性本部が地方創生カレッジ、これは e ラーニングのコンテンツがあるんですけども、この運営と普及促進と実際のじゃあそれを通した地方創生をする上での事業予算というのを組んでいまして、それに対して何をしなきゃいけないかということの提案企画を組んで予算をいただいて、地元でその地方創生の普及促進っていうのをやってるという仕事になるんですね。ですから個別の企業さんからお金をもらって顧問契約をするとか、そういったことはそもそもやってなくてですね、前職でよろず支援拠点、この企業支援センターにも毎週金曜日来てますけども、その時も相談者の企業さんからお金を取らない、国の予算で相談体制を整備して相談に対応する、そういう仕事が主なので、もう長らく国の予算で動くコンサルタント、これ日本生産性本部が政府系のシンクタンクだっていう要素も大きく関わってきてると思います。個別の事業者さんからいただくお金はもうほとんどない、時々依頼があって受けることありますが、そんなスタイルですね。はい、では、今月時間をかけて三輪さんのいろいろなそのお仕事の内容を詳しくお聞きしたいと思います。